せーサイクルのタダメです。おい何こけてんだよお前、こけるくらいならこのほうき俺がうまく使ってやるからよ。おい、じゃ誰に話しかければいい。こん中のやつだな。あ、すいません、すいません、サイクルのタダメです。なんだこいつ。どうも、ウィークスさんですか。いかにも、アルビーウィークスだ。スピントゥイッチーズへようこそ。今日は何をお探しで。ほうきいくらこれ。あ、600円安っ。お前俺めちゃくちゃ金持ってるからよ。ちょ、プレビュー見てみようぜ全部。あー、これいいね。これは、あー、なんかダサいね、ホグワーツ寮のほうき。あー、これカバンついてんのね。それは最高級品だよ。あ、これ最高級品。でも値段全部一緒だけどね。これは、あー、でもさ、いや、これがいいよ、燃えてるやつ。で、後で気に入らなかったら別のほうきも買えばいいしな。ちょ、これくれよ。そのほうきならきっと満足するよ。じゃあ約束する。嬉しい、ほうき買った。小川先生の授業で使う練習用のほうきに比べたらどれだって性能は勝るけど、それぞれ弱点もある。見たところ君はほうきの強化に興味がありそうだ。そうだろ。それで、はあ、思った通りの子だ。低空でのパフォーマンスならどのほうきでも満足してもらえると思うよ。ちょ、カスタムしてよ、カスタム。高度が上がるとスピードが安定しないと感じるかもしれない。きっとそれを直す方法があるはずだ。強化のアイデアが溜まっててね。どんなほうきのパフォーマンスも向上させてくれるアップグレードさ。ほうきの飛行テストを報告してくれる人を探してるんだ。アップグレードの完成に必要でね。そこでだ、イメルダ・レイエスっていうホグワーツ生が使われていないほうきのコースでほうき競争しているんだ。あ、マジ賢いよね。友達です。集めるには理想的だと思わない。もし君が彼女の最高記録を破ることができたらほうきの使用感を報告してほしいんだ。最高記録破れるでしょ。最初のアップグレードを完成させられるぞ。どうだい。いやいやいや、余裕です余裕です。面白そうですね。やってみます。ありがとう。後悔はさせないよ。うまくいけば新しいアップグレードはほうきをすべての面で強化してくれるはずだ。値段も特別に負けてくる。ほうき競争はなかなか面白いよ。クイディッチ競技場のイメルダ・レイエスと話してみて。クイディッチ競技場ね。おお、乗れたほうき。いいよ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 。乗れるやほうき。ナイス、いけ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 。田辺、世界の田辺がやってまいりました。皆さん、おら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 、みんなサイクロン田辺です。スリザリンに来たほうきの天才じゃない。天才ですよ。イメルダ、アルビーウィークスに。あいつが未だにほうきをアップグレードしようってあがいてるのね。手伝ってあげようとしたのよ。でも私の飛び方にあれこれ文句をつけてきたから頭にきちゃって。馬鹿げたほうきのテストにどうしてあんたを巻き込むの。まだ飛び始めたばかりよね。訓練でクロプトンと技術を見せびらかしたんだった。嫉妬してる。僕の技術に嫉妬してるんだ。言うねえ、田辺。嫉妬？スリザリンのキャプテンの私が。いや、ね、感じ悪いよ。あの授業が初心者と問題児とどんくさい猿向けだってことはみんな知ってる。言ってくれるね、イメルダ。勝負してくれよ俺と。みんなあんたがライバルだと思ってる。そんなの耐えられない。ライバルになるかも。ライバルだよ。おい、来いよヒステリック。黙ってこいよ。スリザリンのナンバーワン今日から俺だから。基準を下げてお前今日から敬語な。おしゃべりはもういい。どっちが上か確かめる方法は一つ。大きで決めようぜ。私はこのコースの上位タイム保持者よ。上位タイム保持者でお前シャシャってんじゃねえ。世界記録保持者になってから話せよ。受けて立つ。うん、喜んで記録を破りたい。いいね田辺、言うね。あんたが悔しがるとこ早く見たい。そっくりそのまま返してやるよその言葉。いや田辺コースを知らないんだよなお前。やばい、田辺、いけ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 、田辺、早いぞ。瞬速の田辺を舐めるんじゃねえぞ。何がベストタイムだよ、遅えんだ。やばいやばいやばい、やばい、結構むずい、結構むずいぞ。あれ、あの、加速取ると逆にむずい、加速取ると逆にむずいぞ、田辺、これ。あ、田辺、どこ行くんだ、田辺、落ち着け、落ち着け、田辺、リングミス、田辺選手、ペナルティーです、田辺選手。6秒ペナルティーです。これは重い。これで勝てるのか田辺。田辺選手操作が思いつきません。田辺選手頑張ってください。いや、これかなり結構楽しい、結構楽しい、楽しんでる場合かお前。お前バカにされるんだぞこのままだと。いや、リングミス2個ぐらいだったら多分いけるわ。田辺いいぞ、お前が風になれ。よし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 。もうこれここホグズミードか。もうあれだね、ホグワーツを飛び出して
いろんなとこ飛べんだね、これ。いや、田辺、これ、でもかなりむずいよ、これ。田辺、頑張れ！危ない、田辺！リングミスです！慣れるまで少しかかりそう。やばい、田辺、バカにされるぞ、お前。バカにされるだけ、バカ。田辺、通れなんとしても。ナイス、田辺。よしよしよし。あとは、ここをいい感じに通るだけよ。よし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 。田辺、いいよ。めちゃくちゃいい。お前が最高だ。サーキットの風だ、田辺。お前が今日からスリザリンのトップだ。スリザリンの頭になってやれ。イメルダ知らねえな。今日からはこのサイクロン田辺が最速なんだよ。田辺早い、田辺早いよ、田辺早い。でもマイナス9秒9秒プラスになってるからそれ以内にゴールしないとまずい。いける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 いけ、加速しろ田辺。よーし、プラスタイム加算されてもじゃない、加算されてもベストタイムよ。なめんじゃねえ、初見で余裕なんだよ。そんな、きっとズルしたね。いや、まあ、ズルはしたよ。いいわ、あんたの勝ちよ。ズルはしたよ。でもこれで決まったわけじゃない。たった1回じゃ実力は測れないから、ね、いや、これプラス3秒とかしてもインコースついた方が早いみたいな。確かに下手じゃない。でも一目置かれたいなら実力を証明してもらわないとね。今更一目置かれても、今更一目置かれてもね、バカにされた記憶しかないし。あんたもみんなも繊細すぎ。田辺、とにかく私は次のコースに行くわ。場所はアイアンデールの近く。ここよりもっと手強い。いや、余裕余裕。またこのコースを飛んで肩慣らししておくことね。アルビーウィークスのお使いついでに勝ちをさらってくなんてまぐれよ。次で化けの皮を剥がしてあげる。どう、田辺です。戻ってきた。報告できることはあるかな。ウィークスさん、競争で記録が出せました。素晴らしい。イメルダはショックだったろうね。それで放棄の感想は。ちょっと不安定でもう少しスピードも欲しいですが、いい感じです。いくつかのターンで少し左に流れました。そうなんだよ。急降下の時にシューッという音。そうなんだよ。そうか、ありがとう。まさにそこを知りたかったんだ。流されたか。そうなんだよ。俺が下手くそなんじゃないんだよ。放棄が悪いんだよ。否定的だった人も僕の研究の可能性を認めてくれるはずだ。今回のアップグレードにはすごく自信がある。きっと喜んでもらえるはずだ。近いうちに連絡するよ。おお、田辺、鎧になれるね、これ。めちゃくちゃいいじゃん、田辺、鎧。それは結構変態味が強いよ、田辺。田辺いいね。田辺いい、かっこよくなったよ、かなり。かなりかっこいいよ、もうこれ。正義のヒーローになったよ、それは完全に。セバスチャン、誰誰って感じだよな。無事にフクロウがついてよかった。誰、見せたいものがあるんだ。俺のチークを見てくれ。まずは図書館でのこと。すごいよセバスチャン。当然スクリブナーは罰則を食らわせようとしてきたけど、乗り切る方法なんていくらでもある。あの泥をかぶってくれて本当ありがとう。合わせる顔がないよ。探し物は見つかったか。うん、でも見つからないものもあった。ここでその話をするのはまずい気がする。お前の顔もまずい気がするよ。もう少ししたら話そう。地下聖堂で先生たちも知らない場所なんだ。ここに秘密の抜け道がある。秘密の抜け道、うまく隠されてる。すげえな。あ、ほんとだ。すごすぎかよ。これでいけんだ。おいいね田辺。入ってこうぜ。きた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 。よく気づいたね。あ、僕のボディーガール。見つけた。地下聖堂って名付けた。よく一緒にゴブストーンで遊んだよ。妹のアンも一緒にね。部屋を探索していいんだ。あの忌々しい遊びが大好きでさ。負けるとひどい目にあったよ。僕はこの場所を守るとオミニスに誓った。だから頼む。僕らだけの秘密にしてくれ。どうしよっかな、お前。言わない方がいいぞ、田辺に。初めて会った日から僕だけは信じてくれ。談話室で会ったからオミニスならわかる。杖を使って城を回ってるのを見たよ。やり方は知らないけどな。オミニスは元から目が悪くてそれは変えられない。彼の杖にはまるで意識があるみたいだ。オリバンダーが言ってる杖の方が持ち主を選ぶってやつだな。それでこの場所を見つけたって。いや、家族の誰かが知ってたんだ。ゴーンと家は秘密だらけだからな。他に話してるやつは見たことないし、ここに別の誰かがいるのも見たことない。もう一回言うけど誰にも言わないでくれ。特にオミニス、自分の家族やその秘密を嫌ってるとはいえ、ここはあいつにとって特別な場所なんだ。もちろん
初めて会った時、オミニツは家族の話をしてくれた。嫌ってるは控えめすぎる言い方だね。分かってくれたか。とにかく地下聖堂はこっそり抜け出していくのにぴったりの場所なんだ。詮索するやつはいないし、禁止された呪文を練習することだってできる。素晴らしいね、セバスチャン。例えば爆発の呪文。爆発呪文。先生たちは生徒に教えちゃダメな呪文だって。マジ？バカバカしい。正しい魔法教育なら全部教えてほしいね。同じ意見だな。コンフリンゴみたいな呪文は練習を積んでなきゃ危ないだけだ。禁止するんじゃなくてしっかり教えるべきなのさ。本当を言うともっと過激な魔法が好みなんだけど。ちょっとアバダケダブラ一緒に探しに行こうぜ、セバスチャン。ここなら安全に教えられるぜ。コンフリンゴ。はい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 。はどう？最高だよ。ちょっと暑いね。ちょっと暑いね。すぐ慣れるよ。じゃあ次は君が的になってね。おお、すごいよこの技。さすが。すごい。まさにこういう魔法を。闇の魔術師の入り口です。他にももっとあるぜ。似たような呪文をずっとここで練習してきたんだ。アンとオミニスには全部は教えなかったけど。おい、教えてくれよ。しばらく来てなかった。アンがいないと全然違う。妹さんのこと気の毒に。何かできることがあったら。今度フェルドクロフトに行くとき一緒に来ないか。アンに会って元気を分けてやってほしい。その顔を見せてやるだけでいいんだ。喜んで。待ち合わせはいつ？会いに行くよ。ホグワーツを恋しがってる。僕らの保護者叔父のソロモンと家にこもりっきりだ。悪いがあいつとも会わないといけないな。アンには新しい生徒との出会いが必要だ。僕でいいの本当に。了解。ところでさっきホールで話せなかったことって何なんだ？どこから話せばいいのかな。図書館で見つけたものは何か抜けてたって。とりあえずその鎧取ってくれないか。前に言ってたのと関係あるんだろう。田辺、ボートキーとかグリンゴッツ、ランロク、何でもお見通しだね。あと、うん、セバスチャンが思ってる通り、もう少し事情があって。話聞くぜ。真実教えるよ。秘密にするって約束して。僕は地下聖堂のことで君を信じた。そっちも信じていい。分かった。実は古代魔術の痕跡が見える。見えるんだよ。古代魔術？何を期待してたのか自分でもわからないけど、さすがに予想外だな。そもそもどういう意味だ？実は自信ない。分かってるのは他の人がほとんど見えない古代魔術の痕跡が自分に見えるってことだけ。僕たちはランロクがあの魔法を使いこなす方法を見つけたと思ってる。つまりゴブリンが人間の魔法を使ってるかもしれないって。それを確かめようとしてる。そして君の能力、そのおかげで同じ魔法が使えるってこと？ああ、分からない。じゃあ分かったら教えてくれ。僕はずっと古風な魔法を調べてきたんだ。助け合えるかもしれない。おい、セバスチャンめちゃくちゃいいやつじゃねえか。ルックウッドとランロクの両方に狙われてるわけだろ。爆発の呪いを練習する時間がもう少し必要そうだな。好きなだけここにいていいぜ。ありがとうセバスチャン。あとこの場所は人に言わないこと忘れるな。はい、オッケー、帰ってきたよ。いやセバスチャン。あ、待て。あ、やばい、バレちゃった。そこにいるな。声が聞こえる。こんにちは、オミニス。ちょうど談話室に行こうかって。聞き覚えがある。新しく入った5年生だな。田です。今地下聖堂から出てきたな。どうやって入った？偶然たどり着いた。ああ、地下聖堂って言うんだ。へえ。実は探索してたんだけど気づいたら突然不思議な通路にいて。嘘をつくんじゃない、偶然たどり着けるような部屋だと思うな。セバスチャンが喋ったんだ。違うんだ、彼は悪くないぞ。この場所の言葉言うな。君の大切なフィグ先生でも君を助けることはできないぞ。父は校長の友人だ。俺は必要ならそのコネを利用することもためらわないぞ。脅さなくていいよ。君の地下聖堂のことは誰にも言わない。彼はいい友達だし、すぐに一番悪いって決めつけないでよ。俺の一番古い友人について君に教えてもらう必要はないよ。オミニス、僕は。分かってるよ。セバスチャンは揉め事を呼び寄せる。彼に君の助けはいらない。なんだよこいつ。セバスチャン、大目玉を食らうぞ。田辺、ここ地図宝のマークあるけど敵が多すぎるんだよな。ちょっとここ敵が拠点にしてる城みたいな感じのことをマップに書いてあったから、ちょっとねお前が行くのちょっと厳しいと思うから、
田辺、作戦を立てよう。ここはお前才能を今こそステルスに振る時がやってきたよ。田辺、闇の魔法はまだ覚えてないから、まず気配消し、敵に見つかりにくくなる、これ覚えていこう。これ覚えて、さらに目くらまし術使いながらダッシュできる、これも覚えて、こっちの呪文まだ使えないから意味ないから、こっちだな。さらに敵に見つかりにくくなる、気配消し2、もうこれで宝だけ奪ったらいいよな田辺。これ僕にできるかな田辺。まず鎧脱いだ方がいいんじゃないか田辺。カシャカシャ音鳴ってるぞお前それ。それで行くのか田辺。じゃあちょっと一旦行ってみる。おー、これ大丈夫じゃない。ほら走れるよってる。なんだその変な話。田辺、その奇妙な走りやめろお前。ルーモス、ルーモス使うなお前バカ。絶対バレるだろ。まずいことになりそうなのに、こっちこっちは一人。いやまずいだろお前ルーモス使うの。何ルーモス使ってんだよ。レベリオどうだ。あるあるある。田辺、とりあえず持って、あ、建物の裏か、あれ、あ、しかもあれ宝じゃねえな。移動できる箱だけだよこれ。田辺、敵いないのこれ。大丈夫そうだな。お前何ルーモスしてんだよ。バカがいます。でも暗くて見えないから。ミゲメルド薬、ただ回復薬か。だよ回復薬かしけ。あ、でもこれは多分宝よ。はいはいはい、コレクション、まあ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 、あ、でもこれ宝取ったけどまだ宝あるな、あっちに。あっちにまだ宝あるならよ、田辺行くしかないよな。あれ意外と、あ、でも敵いるね。閉じ込められなくてよかった。閉じ込められなくてよかった。全然気づいてないじゃん。ルーモス、やばい、ルーモス消せよお前。ルーモス消したらさすがにいけるか。あ、ルーモスついてるからお前気づかれるんだよこれ。ほらやばい、さすがにこうバレる。何が起きてる分からん。いや、それは私にも分からない。それは私にも分からない。やばい、田辺バレてるスーツある。あ、どうした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 、分かってないんだ。バレてるこれ。やばれてる。待て、ちょっと待ってください。じゃあちょ自分帰るんで、一旦これ田辺帰ろう。一旦ちょっと出直してこよう。まず敵の戦力把握してから行こう。ほら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 、田辺だ、私を狙ってみろこのゴブリンどもが。田辺リベンジや田辺。よし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 、敵はどこにいるか、まず把握しよう。あそこに1人2人で、上に宝箱があるね。上に宝箱があって、よしこっちから行こう。これどうする、これ登れんのかなこれ。登ってバレない。あ、そこにあるな。バレどうやって取るの。あ、こっから取れるわ。33円パクっていく。バレた、いや、バレてないね。宝箱が開いただけだから、そんなバレるわけないよね。これ、大丈夫じゃない。で、これでさ、はい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 。あとは宝はそっちにあるな。でもこれさ、音とかでおびき出したらいいのよ。よし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 。田辺バレてないぞ。こそどろー、田辺くん。いますってさ、こいつ一人だったらさ、殺してもいいな。レベリオ、レベリオ。小声なのウケんな。こいつ一人だったら、ワンチャン殺すのはありだけど、いや、でもさすがにちょっとリスクが高いな。いや、音立てんな、お前。音立てんな。静かだな。静かすぎる。静かすぎる。耳悪いんだな、ゴブリンって。ゴブリンって耳が悪いみたい。あと宝かぶったよ、ここら辺の。わざわざ戦闘するもん。あ、トロールとかいるよ、あっち。でもさ、あっちのトロールいる方になんか宝箱あんだよな、あれ。いや、これ大丈夫かな、田辺。もう気をつけて、君。これちょっとだいぶ危うい状況にいるよ。田辺、まずいまずいまずい、田辺。これまずいまずい。まずい、怪しまれてる。田辺、かなり怪しまれてる、これ。かなりまずい。あっちに。やべやべやべ。やべ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 。いや、バレてるバレてる。いや、気のせい気のせい。大丈夫、田辺バレてない。田辺バレてない。さっきまでいたぞ。いや、今いません、いません。何ここ遺跡入るって、遺跡入っていいの。田辺遺跡入ってるよお前、勝手に。田辺遺跡入ってんじゃんお前、何入ってんの。お、勝手に入っちゃった。いや、まあいいでしょ、遺跡入れるものはどんどん入ってこうぜ田辺。いや、上の宝まずパクりたかったんだけどね。ここの宝も、いや、ここはコソコソする必要ねえからな。よし、田辺。ありったけパクってけ。結構広いな、遺跡。やばいな、ここ。ちょっと待って、想像以上に広いよ、これ、田辺。マジな、遺跡。ちょっと待って、待って。よしよしよし、隠れて。隠密、田辺くんスペシャルで行くしかない。ここは。まずは隠れよう。で、これでさ、なんかさ、向こうとかに、撃ったら、あっち見えるのよ。だから、その隙に、こういうとこ、うわ、鍵とかあんな、これ。うわ、レベルロックとかしてんじゃねえよ。なんだよ、レベルロックってどうやったら解除されるんだよ、これ。おい、欲しいもんいっぱいあんだけどよ、これ。
なんなんだ、やばい、田辺、そっちはまずいよ。田辺、さすがにまずいよ、ここ隠れて。隠れて。大丈夫、田辺、まずいよ、これ。田辺、気づかれないでくれ。頼む。今日はなかなか終わらないな。バレないでくれ。どこに行った？頼む。戻ってくるとは愚かなやつ。やばい、やばい、痛い。頼む、まずい。ルーモスして走るな、お前。バレバレだよ、頼む。危ない。頼む、危ない。一回隠れた。ここならバレない。よし、パクれ。田辺、よし。もう全然大丈夫じゃないか、田辺。わ、ちょっとこっち敵多いな。田辺、これまずいかもしれん。宝は？あんま宝ねえんじゃねえ。敵が多いだけだよ、ここ。運が悪かった。はぁ、ちょっと待ってください。これバレてる？バレてるな。田辺、まずい。田辺、逃げろ。田辺、戦うか、もうこうなったら。どうする、田辺、マジよこれ。田辺、こうやったら一旦戦うしかねえ。田辺、よしこの野郎抜けよ。お、一発だね。だが爆発してもらうよ。お前はここで死ね。おいしょ、周りに炎の攻撃もたらしてやるぞ。そしてお前の運命は死だ。黙れ、おれ。よし、おい、バカめ、この田辺のことを見つけなければお前らの命はあったというのに。なんて愚かなやつらだ。いやでもここ広いな、田辺。全部パクるにはちょっとしんどいかもしれない。なんだここ、なんかここ黄色いぞ。なんで黄色いんだこれ。魔法で破壊しろということか。なんで黄色いんだここ。止めて、なんかすごい飛び方してこれ。絶対正規ルートじゃなかったぞ、田辺。今これ大丈夫か。これ絶対正規ルートじゃなかったぞ、お前。無理やりゴリ押したが、ここ火つけていいんかな。おお、勝手に火をつけてるバカがいます。あ、なんか送ってる。あ、すげえ。あそこの釜に火がついたんだ、これで、ね、だから何、田辺、何やってんのお前。金はただ奪っていく。いや、これでさっき火を通したことによってここが開くのよ。おー、まずい。よし、田辺侵入します。さあ、こうやってまず宝。あー、奥に1個あるね。まずい、ここ居すぎだって。人が居すぎだって。田辺、それ触んのさすがにまずいよ。それは触んないでね。よかった、触るところがなかった。いや、これまずいよ、これ。いや、隣も行けるけれども、この私が見回りだな。いいな、近く通ったらバレちゃうよ、これ。田辺、逆に真ん中を通っていくという選択肢ある。もう速攻じゃね。速攻。田辺、速攻。レベリオして。やばい、痛い。田辺、バレてる。宝パクっていく。やべ、ここむずい。ちょっと通れ。ちょっと待て。コントロールしてる場合じゃない。田辺、ルーモスしてる場合じゃない、お前。マジ。お前、お得意のルーモスダッシュ。田辺、お得意の、やばい、もう隠れる場所ない。全部パクって。行け、待て、レベリオ、あ、もう取るもんない。さよなら。田辺、お得意のルーモスダッシュです。おちょくっているのか、田辺、すべておちょくる男。あ、金だ。金、さらば。いざ、さらばでやる。うわ、ここ開く。ちょっと待て、隠れろ。よし、またそこに私はいません。眠ってなんかいません。やべ、なんかいる。ボスみてえのいる。ボスみてえの出てきた。やべ、ボスみたいのいるって。ボスみたいのいるって、田辺。これどうする、やるか、あのボスみてえのやつ。こんにちはーす、こんにちはーす。とりあえずお前の鎧剥がして、オーラ、とりあえず全体にダメージ与えていく。オーラー、この野郎どもが、ガスどもがくたばれや。俺に関わったおめえらが悪い。俺を見逃さなかったお前らが悪いぞ、これは。オーラー、よし、あのボスみてえなやつどこ行ったんだ。あのボスみてえなやつ、こっちか。あとは来た。結構、あ、ここになんか隠されてんのありますよ。田辺さん、これ、来た。この中、潜り込みましょう、田辺さん。うわ、なんかすごい、荒ぶってる、下の鉄のあれが。
あぶねえ、あぶねえ。よいしょー。はーい、帽子ゲット。ちょっとさ、帽子変えようぜ、田辺。お前、そのファッション怪しすぎるから。田辺、どれもお前、程よく、うざい感じになるな、田辺。何一つ、お前、いい感じになれるのないな。まあ、やっぱこれなんだよな、田辺と言ったら。やっぱそれだな、お前。それでいけ。かっけえ。田辺さん、マジかっけえっす。さあ、ここのアイテムは、だいたい取り終えたかな。で、さっきのボスみたいなやつ、俺、殺したんかな、あのままあれ。ここ、火灯したらいけない？これ。いけそうじゃね？おい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 、開いたけど、あれ？あ、ちょっと待ってください。あ、これね、回転していけるんだ。きたー！サイクロン田辺。降臨です。隠し部屋になってんのか。やったな、田辺。はいはい、あ、宝ある宝ある。お、これを待ってたんだよ。おい、宝まみれじゃねえかこれ。よし、田辺、一通りかっぱらったから帰るか。ずらかるぞ田辺これ。わ、ちょっと待ってください。すいません、すいません。誰かいるのか。いやいや、誰もいないっす。誰もいねえっつってたろこの野郎。おい、ふざけんじゃねえぞこの野郎。誰もいねえっつってたろバカ野郎この野郎。誰もいねえよバカ。ほら、目も受けこの野郎。あいよー、絶対これ使ってどうにかしないといけないんだよな。田辺これどうすんのお前。お前これどこ持ってきてよ田辺。マジいいよお前。もあ、ここじゃね。田辺さすがにここだわ。やばいやばいやばい。ずいぶんやかましいな。あ、すいません、すいません、やかましくてすいません。あの、どうかお気になさらず。田辺逃げろ、止め、ナイス、危ない田辺、急げ。よーし、ナイス田辺。上に来れたけど、まずいまずいまずい、バレるバレるバレる。ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、いません。危ない危ない、田辺いません。すいません、いないんです。危ねえ。田辺ギリのギリだよ。突破口はもうすぐ。危ねえ、ずらかれずらかれ、田辺逃げろ。よし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 、こっちになんかあるのか。まあ、トロールいいんだよなこっちな。でもこの下に宝はあるんだよ。トロールはいるの。トロールいるけど宝はあるんですね。じゃこれパクっていこう。うわー、なんでしけてんな。でもここに宝ある。あら、これ何。うわ、これ宝じゃないじゃん。あ、これ登って帰れみたいな。ここで何があったんだろう。さすがにバレるか田辺これ。さすがにバレるんじゃないかお前。田辺まずいよそれは。さすがにバレる可能性大。田辺さん、田辺さんまずいっす。それはそれまずいと思います。いけますか田辺さん。いかれますね田辺さん。行かれています。田辺さんさすがっす、マジで。おい、バカがこの野郎。田辺さんやられますね。よし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 、今のうち今のうち今のうち抜けろ。田辺中入れ中入れ中入れ。よしよしよし。うわ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 、結構いるなここも。お、何があんのここ。あそこに宝ある。この宝だけ取ってちょっとずらかろう。これだけちょっと取りに行きました。よし、もうここで必要なものはないね。おい、トロール確保しろよおめえ。もう隠れる必要ねえ。田辺様が来てやったよ後ろから。終わりだトロール。うわ、こいつよ。こいつバカ強えじゃねえかこの野郎。おい、てめえこの野郎かかっていこう。危ない危ない。おいや、トロール、ここを股間にショート。田辺さんさすがっす。いったー田辺。まずい田辺、大丈夫だ。お前には古代の魔術がある。ほら強いぞ田辺。ほらほらほら、いや強いぞ、強い、強すぎる田辺。よいしょー、さらに連撃で繋いでいきます。田辺が強い強い強いぞ田辺、あまりにも強すぎる。当たらん、そんな攻撃当たらんぞ。いってる、いったー、いや当たっていく。終わりだ。よーし、さすが田辺さん。ずらかりましょう田辺さん。おい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 、バカどもが。ほら、じゃあな、俺帰るから。じゃあそんじゃ田辺これに失礼します。はい、さよなら。おい、そんなチンケの魔法じゃ当たんないよ。ほら追いかけてごらんよ。さあ田辺空へ。いいね、お、魔法飛んできてるね。さあここまで追いつけるやつはいねえよな。最強田辺。いや、さすがですよ田辺さん。いやー、今日も盗み働きましたね。かなり盗んだよ田辺さんこれ今回。